はい、本日も PC ゲームバイクレースゲームガイドのワールドツアーを撮っていこうかなと思います。トップの絵を変えてみたんですけど、なんかねどうなんだろう、分かりづらくなっちゃったかな。やっぱね、なんかロゴとかそういうの出した方がいいのかなと思いまして、ちょっといじってみたんですけど、まあセンスがないよねっていう感じなのは、ごめんなさい、もうこればっかりは才能なんで我慢してくださいとしか言いようがない感じになっちゃったかなという感じですね。で、あとはオープニング、その動画が始まってタイム出しをするところの動画なんですけど、結局スーパースポーツのは撮れないので、仕方なくエンディングロールを撮って、それを早送り1分ぐらいに縮めて音楽を入れてという形でちょっと無理やり的なところをやってみました。いやー難しいね、こういうのって感じですね。ちょっとね、使ってるソフトとかもあまりプロ仕様とかそういうのじゃなく、すごいライトなソフト使ってますし、あとは何でしょう、まあ、センスはね、ないですし、あとはなんだ、技術的、そのソフトウェアをガリッガリに使えるかって言ったらそうでもないというか、そういうのを専門でやってるわけではないので、素人がなんか、ね、思いつきでやってる感じなのでいろいろしょっぱいんですけども、これがお寿司さんのレベルだということでご了承いただけると幸いでございます。で、あとは動画なんですけど、ちょっといろいろいじってたりしてて、 60fps で撮って、レース中は 60fps で撮って、リプレイとかこういう今喋ってるとか25にしたりですね、やってたんですけど、レース中60だとブロックノイズが結構乗るのかなっていうのもあって、30で撮ったりもしてたところ、30の方がね、どうなんだろう、なんか止まったりっていうのも60結構あるんですけど、まあ、30も発生するは発生するんですけど、30の方がまあ比較的見やすい絵なのかなっていうのもあるので、当分、レース30の、その他 25fps でやっていこうかなと思います。では、まあ、そういうね、こんな感じの動画ですよという紹介をさせていただいたところで、早速本日のお題、スーパースポーツ。前回がジャパニーズスーパースポーツをやりましたので、今日はモダンスーパースポーツをやっていこうと思います。では、興味がある方はぜひ、レースご覧いただければと思います。
Thank you.
Mm-hmm.
はい、ということでスーパースポーツモダンスポーツの5000万セットを取ってみました。いやーちょっとね意外と苦労したというか、なんでしょう、 R6 を使ってたせいで、まあ結構接戦だったのでシングルはシングル大変だったし、タイムアタックとトラックデイに関してはもうスピード勝負なのでもう R6 じゃ無理で、一番馬力があったのが川崎だったんですけど、川崎は重いんですよ。でアグスタの F3 を乗ったら、まあ、なんとかタイムアタックとトラックベイルはクリアできたと。にしてもね、まあ、タイムアタック100譲ってまあ分かんなくはなかったとして、トラックデイってとこれね何の練習なのか分かんねえんだよね、不思議ですよね。はい、という形でなんと
が終わりまして、次はクラシックスーパースポーツ、クラシックとかあんま好きじゃねえんだよね、どうなることやらですけどね、まあ、とりあえずは順調に進んでいるのかなという感じでしょうか。そうですね、次はまた多分新しいバイクを買わなければいけないので新しいバイクでの挑戦となります。ということで、PC ゲームバイクレースゲームライドの、ワールドツアースーパースポーツ、モダンスポーツ5001セットを取ってみました。ありがとうございました。はい、それではですね、本日、ご紹介させていただいたライドの買い方 PC 版ですねの方を、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。まずは、Steam も知らない人もいるかと思いますので、念のため、そこから行こうかなと思います。使っているブラウザーで、Steam って打っていただくと、まあ、いろんな検索結果が出てきて、こういう画面クリックしてもらうと出てくると思うんですね。でこちらで出していただいたらですね、右上の方に緑色で Steam をインストールっていうものがありますんで、インストールをしていない方はまずこちらインストールクリックしていただいて、PC に Steam をダウンロードしてください。で終わったらファイルの方を開いて、インストールという感じですね。でその後、アカウントを作ったり何やらして、Steam のソフトを立ち上げてください。今回はウェジブの方でやっちゃいます。で、全部終わったらですね、検索画面に、ライドと打っていただきますよいしょ。そうするとですね、一番上にライドと出てきましたのでクリックしていただくと、でそうするとですね、 Steam の、中のライドの、ショップっていうんですかね、なんていうんだろう、まあ、そういうライドの、スペースというかそういうところがありますので、そこが出てきます。でこんな感じでプロモーションムービーがあったり画像があったりっていう形なので、おこれを見て、お面白そうじゃん、買おうかなみたいな風に考えてもいいんじゃないかなと思います。で下の方ですね、ホイールスクロールダウンしていただくと、ライドゲームを買う、ライドデジタルデラックスエディションを購入する、シーズンパスを購入するというものがありますので、本体だけ欲しい方は、4580円の、このライドゲームを購入する。なんだライドゲームってちょっと不思議ですねで、なんかいろんな、まあこれに関してはちょっと欲しい人は自分で調べてもらうしかないんですけども、デジタルデラックスエディションいろんなもんごちゃ混ぜセットっていうものもありますので、こっちの方がいいよっていう人は6500円てください。でシーズンパスっていうのは、このゲーム用のダウンロードコンテンツっていうことで出てるんですけども、まあ、これからもダウンロードで追加の車種とかコストが出てくるかもしれませんので、まあ、それが細々と398円とか1000円とかいろんな値段で売られるとは思うんですね。でそれらをシーズンパスを1480円で今のうちに買っとくと、後々出てきたダウンロードコンテンツは全部お金を取らないで自動的に、買った皆さんのパソコンにもうダウンロードして起動した時にインストールして遊べるようにしとくよっていうような便利なものですね。ただ1480円より下回る可能性も、例えばこのゲーム用のダウンロードコンテンツで今2つ出てるんですけど、これで終わりになってしまうと、まあ、39%39%で約400円として800円なので、1480円でもし買ってこれで終わりになると明らかに損ということにもなりかねなくはないので、まあ多分それはないと思いますけどね。なので、ここら辺は、現状単品で良ければライドゲームを購入するだけの4580円だけ払う、でもすでにこのゲームのダウンロードコンテンツでヤマハのヒストリカルバイクス、まあ、昔のバイクだとか、ヤマハの2015年モデルのバイクがもう欲しいんだっていう人は単品で買ってもいいし、その後のコンテンツもどうせだったら買うからっていうことであればシーズンパス買っちゃってもいいのかなという形ですね。まあその前提の前に、このゲームちょっとやってみないとわからないという方はライドゲームを購入するの右の方に行ってもらうとデモダウンロードっていうものがありますので、こちらダウンロードしていただければ無料でネバダ2コースを楽しむことができますので、まずねやってみるのがいいんじゃないかなと思いますねはい、そんな感じでしょうかね。まあ、あとはここら辺にシステム要件とかに入ってますんで、まあ、見ていただいて、条件に
合ってるんだったら買われるでもいいし、合ってなくても買うからいいしっていう人は、まあいいですけども、まあぜひ参考にしてみてはいかがかなと思います。はい、ということでですね、本日は、PC ゲーム、ライドの Steam で買うを撮ってみました。ありがとうございました。